皆さんこんにちは、japanunix の野口です。こんにちは、japanunix IPC トレーナーの鈴木です。よろしくお願いします。今日なんですけれども、japanunix の新製品3つを使ってですね、0402の取り付け取り外しを行ってみたいと思います。はい、はい、こちらに新製品置いてあるんですが、はい、この3種類、鈴木さんご説明お願いします。まずはこちらのナノホットエアからお願いします。はい、ホットエアステーションですね。はい、はい、まあ業界にはいろいろあるんですけども、はい、こちらは世界最小のホットエアステーションとなってます。世界最小、はい、はい、何が世界最小かというと、ちょっと見えるかどうかなんですけど、はい、こちらですね、こちらの先端からホットエアが出るんですね。確かに小さいですね。穴が、はい、こちらから見ると穴が開いてますけれども、一般のものでも小さくてもだいたい3ミリ径とかなんですけども、はい、これ、先端のですね、はい、穴の径がコンマ8ミリ。だいぶ3ミリからすると小さくなりましたね。そうですね、はい、全部で今3つありまして、コンマ 8.0、1.2 という形になります。はい、3種類のノズル、はい、世界最小ノズルですね。で、はい、で流量の方も、はい、これ非常に抑えることができてまして、はい、一般で販売されているものは、はい、毎分5リッターのものが多いんですけど、はい、これはコンマ15から1リッターという、5リットルからコンマ1、全然少ない、はい、風量というか、そうですね、まあ、このおかげで逆に0402とかですね、はい、0603のチップの取り付け取り外しっていうのが、はい、温風でできるという形になります。はい、はいはい、ありがとうございます。続きましてですね、こちらにありますリワークハンドサポート、はい、こちらについてのご説明お願いします。はい、これはですね、今回0402のチップの、リワーク、はい、また取り付け取り外しを行うんですけど、はい、手がやはり震える方っていう方もいらっしゃると思うんですね。そうですよね。で、その方のためにここちょっと逆になってしまうんですけど、これ右手用なんですよ。はい、ここに手を押して、置いていただければブレないと。ブレない、はい、あ、座りがいい。そうですね、感じ、はい、はい、こういうふうに浮いてるとどうしてもこう震えやすいので、はい、まあ、今こういうふうに見てる時点では震えてないんですけど、はい、やはりこうマイクロスコープとか顕微鏡で見たときに震えてしまうので、それを抑えるというものですね。はいはいはい、いろいろ使えそうですね、こちらの方。そうですね、ワークなんか顕微鏡で見たりするときに、はい、今これ片手の右手系しかないんですけど、はい、オプションで左手系もありますので、両サイドでこう押さえて作業することができるんですね。はい、なんです。これ良さそうですね。じゃあ続いてははんだペーストディスペンサーについてご説明お願いします。はい、こちらはマニュアルタイプのはんだペーストディスペンサーとなってまして、はいはい、エア式とかいろいろあるんですけども、はい、やっぱりはんだペーストの量の管理が結構難しいんですよね。そうですよね。はい、でこちらは 3cc の、まあ、シリンジに、はい、まあ、はんだペーストを、まあ、市販で販売されているはんだペーストを入れていただいて、はい、まあ、あとはここの、ここのレバーを握れば、その使用したい量だけ微量に先端から出すことができるように、手動だけど微量なものがこちらから少しだけ出せるよと、はい、出せるようになってますので、まあ、細かい部品の、はいはいはい、まあ、取り付けっていうか、そのソルダーペーストを塗布する際に、はい、まあ、顕微鏡で見ながら適量をこのレバーを握ることによって出すことができるものになってます。まさに今回ぴったりですね。そうですね、はいはい、ぜひこれも体感していただいた方が一番分かりやすいと思うんですけど、はい、今日はまあ画像の方で見ていただければと思います。はい、じゃあこの後やっていただくところで、まあ、この顕微鏡からの、はい、動画が見れますので、また皆さん見てみてください。はい、じゃあこの3つを使って、今日やっていただきますので、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ここからは、解説動画をさせていただきます。まずは先ほどご説明したはんだペーストディスペンサーで、ペーストを少量の塗布になります。はい、こちらはタイプ5の、ハンダペーストですね。はい、流径が15から25ミクロン。15から25ミクロンですね。はい、はい、でノズルの径がですね、一応一番細いタイプ使ってまして、はい、0.2 ミリになります。 0.2 ミリの細いノズルを使っているということですね。はい、かなり少量じゃないとやっぱりいけませんね、ここはね。そうですね、はい、はい、続きまして、ピンセットでつまんで、0402のチップの搭載になります。はい、こちらマイクロスコープで今
つけてる画像なんですけども、はい、なかなかちょっとマイクロスコープで見てるんで距離感がわからないんですよね。距離感が難しい、はいはい、ちょっと時間かかってるんですけど、はいはい、光学顕微鏡で見ればおそらく、はい、ここまでは時間かからないかなと思います。距離感が難しい分ちょっと話すタイミングをちょっとためらっちゃって、ね、はいはい、実際には顕微鏡を見ながらですからもうちょっと作業しやすいかもしれませんね。そうですね、はい。でもここからはハンダ付けですね。エアーの吹き付けになります。はい、先ほどご紹介したナノホットエアステーションでかけるんですけども、流量 100% だとチップ飛んでってしまうので、はい、そうですよね、はいはい、こちらは今ですね 0.6 リッター前後ですね。 0.6 リットル前後毎分 0.6 リッターぐらいで、はいはい、かけてます。あまり強いと飛んでってしまいますからね、気をつけましょうね、はい、ここは、はい、そして、清掃して終了ですね。はい、続きましてこちらは取り外しになります。まずはフラックスの塗布からですね、はい、一応あの IPC の規定に沿って行う段取りなんですけども、はい、必ず、フラックスの塗布が入ってます、はい、続いて、エアで取り外しに向かっていきます、はい、こちらも同様にですね流量が強いと飛んでってしまうので、はいはい、コンマ6リッターぐらいでいいかなと思います。ですね、はい、で実際はハンダが溶けてからピンセット当てた方がいいんですけど、はい、ちょっとこれもマイクロスコープで見にくくてですね、はい、はい、一回ちょっとつまんでますけど、はい、取れましたね、はい、上の方は熱が伝わってるから、そうですね、はい、あのパターンつながってるんでもうちょっとかければで、ね、はい、はい、でまたハンダの除去のため、清掃ですね、はい、これも IPC の規定に沿ってですね、洗浄後フラックスを塗布して、ビッキングワイヤーで、で小手先はこちらコンマ8のですね、先端径の小手先を軽く当てて、はい、吸い取ってあげると、あんま強く当ててしまうとランドがはくってしまいますから、そうですね、はい、ここはちょっと気をつけなきゃいけないですね、はい、はい、で清掃して完了になります。いやー新製品3種類の、はい、はい、いや、あのハンダ付けの方お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたこちらの3種類でやってみて。そうですね、はい、やはりあの非常に小さいんで思った以上にはい、結構あの使い勝手はいいんですよね。そうですか、はい、でもう手もこうぶれることもないですし、やりやすかったですかね、はい、局所にこう熱を加えたいところに当てるっていう意味では非常にやりやすかったのかなと思います、ね、名前にナノってついちゃってますからね、ちょっとつけすぎですけどね。それ特化したものということ で、ね、はい、やりやすいっていうふうに聞いてよかったです、はい、まあ、これもですね、あの前回あのナノハンダ付けステーションという、うん、はい、あのちっちゃいチップを取り付け取り外しできるハンダオデの方で、うん、前回動画を上げさせていただいているんですけれども、はい、それの時と同じように今回もあの IPC のマスタートレーナーの方にですね、はい、あの同じようにこういうふうにやってみましたと、どうでしょうという感想、はい、あの意見をちょっと聞こうかなと思ってますね。そうですね、はい、またあのそれはですねこの間あの先日上げたあのナノハンダ付けステーションの報告と一緒に、こちらの方も報告させていただきたいと思いますので、はい、またその報告結果も動画の方でアップしたいと思いますので、皆さんお楽しみにしてください。それでは本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。